焼き物の町として知られる愛知県瀬戸市。良質な糖度に恵まれ、縄文弥生の古い時代から焼き物が焼き続けられてきた。この町に住む山田智春さん59歳、瀬戸陶芸家の中で陶彫を専門に制作してきた異色の陶芸家である。焼き物は茶陶と言われ、昔から華道や茶道の付属のように考えられていたが、山田さんは陶彫という新しい分野を考えついた。彫刻を学び、土で作れるものは何でも作れる陶工として、この道一筋45年歩いてきた。今、1980年の干支、猿を題材にした作品に取り組んでいる。土の柔らかさを生かし、また釉薬によって美しさを加えた作風は、人々の心に強く語りかける造形美を称えている。